な気がしたから、男がまっすぐ歩いたから、まっすぐ歩いたから、はい、皆さんこんばんは。令和元年6月5日ボギーチャンネル、はい、ボギー大佐の言いたい放題のお時間なのですが、本日大佐急な用事ということで急遽私、ボギー中佐によるツイキャスの代打と相なりました。本日はですね、北九州の方からお送りいたしておりますが、なんと言いますか、北九州、今日はですね、北九州にビッグなゲストがおいでいただいておりまして、これはもう皆さんにぜひ出ていただきたいということを出演交渉いたしまして出ていただけることに相なりました。それでは皆さんご紹介したいと思います。はい、こんばんは。カルガモさんこんばんはです。はい、ご紹介したいと思います。はい、皆さんご存知、ロバート D エルドリッチ博士です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ですね、まあ、初めての方もいると思うんですけれども、エルドリッチ・ロバート、ロバート D エルドリッチと申します。ですね、今北九州の方、ですね、公演のために来てまして、で今夜楽しい集まりがあるんですけど、多分声聞こえると思うんですけども、ですね、ある大学の学長と代議士たちとか新聞の方々とか、あとその経営者との方々とか、あとその地域活動、建設的な地域活動をしている人たちとご一緒です。で今夜、ね、焼肉は食べたんですけれども美味しかったし、野菜もたくさん食べさせていただきました。で今日の公演ですけれども、非常にいい大学で、まあ、お話ししたんですけども、九州国際大学で地域に開かれているところだったので、私は防災の話と安全保障の話をしてました。まあ、今度は沖縄に行くんですけれども、6月21日から24日まで、その間23日はご存知のように慰霊祭があるんですけれども、参列させていただきます。また沖縄からもしかすると放送があるかもしれないので、その時再会できたら嬉しく思います。どうもありがとうございます。はい、博士ありがとうございました。はい、ということで、ちょっとちらちらと見えてると思うんですけれども、もう一方九州にビッグな方がおいでいただいておられますので、ね、これはもう我らが大僧侶ゲンちゃんでございます。ちょっとゲンちゃんにもお言葉いただきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。お元気ですか。今日はですね、北九州の方に、ね、ロバート博士の講演会、やってまいりました。中学校の方で、あ、大学の方で講演会だったんですが、その大学の方でのこう授業の一環としてこの講演会があったんですが、最初から今まで大学その関係者の皆さんと交流会が続いておりまして、はい、いやー、こうウーロン茶で酔っ払ってるな俺。はい、本当に、ね、久しぶりにロバート博士のお話を聞きまして、やっぱり今沖縄県が本当に危機的状況に来てるなというのがよく分かります。そういう意味ではね、ぜひこのあれですよ、尖閣を守り、ね、沖縄県民を守る、そういう当たり前の沖縄県に変えていかんとまずいなと、ね、また北九州で集まった皆さんとお力をお借りしてですね、これからね、そういう形で少しずつ少しずつ玉城デニー知事を更生させる、するから更生無理か。いや、もうね、中国をね、よく捉えてて、もうあれパトロールしてくれてるからありがたいよねって言ってる、とんでもない、玉城デニー知事ですが、はい、早くこのちゃんと会っていろいろ教えたいなと。お前おかしいよっていう、ね、その辺を、ね、やっていきたいなと思います。はい、ぜひ皆さんのお力も貸していただいて、
はい、今日は良き一日となっております。ありがとうございました。皆さんのお幸せを願っております。ありがとうございます。はい、そういうことでございます。はい、皆さんありがとうございます。まあね、まだまだちょっと宴が続いているという状況なのでございますが、まあ、私のつまらない話だらだら聞くよりもね、著名な先生のお話聞けた方がいいかったかなと思いまして、急遽セッティングさせていただきました。今日はですね、エルドリッチ博士の講演ということで、国防とはどういうものかと、防災とはどういうものかというお話が非常に貴重なお話が聞けまして、有意義な一日でございました。はい、で、ね、元ちゃんお疲れ様です。イエーイイエーイ、はい、みんな元気だな。はい、そういうことでございます。で、ちょっと一旦この後終了いたしまして、ちょっと時間がありましたら、元ちゃんと私中佐で、ちょっとドライブキャストをさせていただければと思っております。ちょっと二部構成でいきたいなと思っておりますので、一旦第一部こちらこれで、一旦終了しますので、また第二部始まりましたらよろしくお願いします。 2,30 分ぐらいしたら始められるんじゃないかなとは思うんですが、それでは皆さん一旦失礼いたします。ありがとうございました。はい。